プルプル、サラリーメタリンの世界一当たらない鳥紙発生会。どうもどうも、サラリーメタリンでございます。2024年2月第2週、クイーンカップ共同記念共同通信杯の振り返り反省会です。クイーンカップの結果がこちら。本命サフィラが9着と大敗。紐に上げていたアルセーナルが2着に入ったものの、あとは着外。正直、サフィラの馬体重マイナス10キロは見た瞬間に負けを悟りました。あとは上位人気決着だったことを考えると、なぜここを狙えなかったのか、非常に残念な結果でございます。続いて、京都記念の結果がこちら。本命ルージュエワイの8着に沈み、馬券も外れ。紐に上げたブラダリア、ベラジオオペラが1、2着。前走有馬記念組を軸にしていれば、副賞ワイドだけでもそれなりに当たっていただけに、ここは買い方をミスってしまいました。最後、共同通信杯の結果がこちら。本命ジャンタルマンタル2着、紐のジャスティンミラクの1着も、3連複で勝負してしまったために外れとなってしまいました。3年にもしましたが、直前までワイドでの勝負にする予定だったのに3連複勝負に変えてしまったのが最悪のミス。こちらも買い方を間違えてしまいました。今週は残念ながら全敗。金牌以降苦しい勝負が続いていますが、なんとか持ち直せるように頑張っていきたいと思います。さて来週ですが、こちら2月17日開催のダイヤモンドステークス京都牝馬ステークスの予想をショートで、2月18日に行われます小倉大賞典フェブラリーステークスの予想をメイン動画で、そして2月14日のデータチェックライブは G1 フェブラリーステークスの気になるデータをチェックしていく予定です。ではでは、また来週。